高賀三郎蛇屋敷の殺人。花江の死花もあらかた散った四月半ば過ぎの夜上の寛永寺の鐘の音が余韻を引いて夢のように消えた時分本郷由美町の三村善助の「 うっそうと樹木のの茂った屋敷ちで、パーンという異様な音がしたちょうどこの時は三村邸は主人の善助も若い妻の花枝も留守で家には少し耳の遠いばあやと2人の女中がいたきりだったばあやはそろって仲良くこくりこくりと居眠りしている2人の女中のうち年笠のお千代に行ったお千代さん 庭の方で何か音がしなかった？そう言われてお千代はびっくりしたように顔を上げて。え？なんです？っておばさん。鉄砲みたいな音がしなかったかというのよ。いいえ、私聞かないわ。おせきさんどう？お千代は三つ四つ年下の今年十八になるおせきに顔を向けた。おせきは。 この時にはもう目を覚ましてひびだらけの手で目をこすっていたなんだか音がしたような気がするわそういえば私もなんだか聞いたような気がするわ夢のようだけれど落ち葉は白い二の腕まで出して遅れ毛をかき上げながら言ったのばのあやは気味悪そうに眉をしかめた。 おせきはお千代のそばににじり寄った三村善助の住まいは蛇屋敷という名で知られた豪壮な構えだったおそらく旧幕時代にはよほどの耐震の旗本の屋敷だったに違いない3,000坪に余る広さで中には潜水あり築山あり苔むす巨大な灯籠があり数百年を経たと思われる老樹が 昼間もなお暗いように茂っていた中にも庭の一隅にあるオークスの木は二抱えはたっぷりあったバあヤの言ったのはこの木のことだがこの木は根元から二軒代わりのところで二股に分かれその股のところにうつろがあって気味の悪いことにはそこに確かに長さ6尺以上ある青大将が住んでいるこの巨大な青大将は もう何年ここにいるかからない。るかかわらな俗に主というのはこんなヘビを言うのだろうか動物学者に聞くとヘビ類は習性上一つところに長く住むものだということであるがこのヘビは都会に住みながら追い回す悪道にも合わず食べ物にも困らずつい居心地がいいので一層長く住んでいるのであろうもうよほど老齢と見えて動作もまことにノロノロしている。 三村家の人たちはもちろんその付近の人たちも春から秋にかけて天気のいい暖かい日にこの青大将がクスの木に絡みついて日向ぼっこをしているのをよく見た見上げるような老樹の黒い枝の間に青いスベスベした肌が日に照り生えて輝いているのはいかにも異様な見物だった付近の人はもう慣れているがたまに塀の外を通りかかった人などが 空高くふとこの青大将がひなたぼっこをしているのを見ると必ずぎょっとして立ち止まったものだどうかすると長い間じっと立ち止まってヘビを見つめている人もあった善助の家がいつとはなしにヘビ屋敷と呼ばれるようになったのはこういういわれがあったのである善助は今年四十の男盛りで某館長の会計課長をしていた 管理というよりは銀行員といった方がふさわしいキリッとした細表の講談師で色こそやや朝黒いがギリシャ型のツンとした鼻の下に刈り込んだ濃いひげをつけて家では大島の重ねを着て長火鉢の向こうにあぐらをかいているという風の男だったその風貌からも察せられるとおり目から鼻に抜けるような祭祀で頭脳もなかなか鋭く独走の際に富み すこぶる機敏で上役の機嫌を取ること下役の受けを良くすることにかけては全く驚くべき腕を持っていた次第ででありながら巧みに泳ぎ回って雇いから部屋がって45年以前に高等官に抜擢され今の役所に転じて会計課長の要職にあったことでその片鱗がうかがわれるなお彼がいかに抜け目なく立ち回ったかという一例は 長崎から新しい上官が転任してくることを知ると彼はたちまち一路再火して広島でその上官を迎え搭乗の車中で人事のことや事務上のことを一切尽くして説明し東京に着く自分にはその上官をすっかり自家役老中のものにしてしまったという話がある善助の妻の花枝は確か5歳で元はどこかの土地で左妻を取っていた芸者上がりだった。 年中おしろい毛を絶やさずぞろりと着ぬを着て足を投げ出して座っているような女で年が1以上も違っているほかは善助といい相手だった世間でもお似合いの仲のいい夫婦だと噂をしていた一会計課長の善助がいかにして今日の資産を築き上げたかということについては誰も知るものはなかった中には多少怪しんだ人もあったかもしれないが 大部分は彼が昔から資産家だと思っていたのだったとにかく善助は壮行な邸宅に住んで夫婦きりなのに3人もの女中を雇い豪奢な生活をしていたそればかりではない彼はなかなかの言う当時で金にあるに任せ家を外に遊び回って女から女へとあさり歩いていたしかしそのやり方が巧みだったためであろうか そのことはあまり評判になっっていなかった花江はそうした夫の優等ぶりを黙認していたのだろうか何しろ高層な邸宅の奥深く貴重の中まで覗くことはできないので2人の間のこともあまり世間には漏れていなかったお席にすがりつくようにされて昼間でも気味の悪いクの木のあたりを思い浮かべたお千代は襟元がヒヤリとした お松も青い顔をして黙り込んでしまった3人はしばらく無言で顔を見合わせていたと不意にリーンと電話が鳴ったお千代は弾かれたように飛び上がって「はーい」と言ったいつもならおかしいのだが誰も笑うものはなかったその場の空気がそんな余裕を持たせなかったのだろう 電話はゼンスケからだった。奥さんを呼んでくれ。あの奥さんはまだお帰りになりませんけれど。お千代が答えると、ゼンスケの声は険しくなった。何？まだ帰らない？おかしいな。もう十時過ぎてるだろう。はい、そのくらいでございましょう。お千代は時間について自信がなかったので曖昧に言うと。 善助は腕時計でも見たらしく。そうだ。10時15分過ぎだ。何をしているんだろう。帰ってきたのを知らずにいるんじゃないか。そんなことはございませんわ。と、急にぜんすけは不安そうな声になって。何か変わったことはないか？え、別に。いつになく変なことを聞くと思いながら、お千代は答えたが。 すぐ思いついてお松さんが庭の方で何か音がしたと言いますけれど何庭の方で音がしたそそしてどうした別にすぐ調べてみなさいもしお前たちで怖かったら中川の若い者でも頼みなさいはいそれで電話は切れてしまった 中川というのは三村の家にすぐくっついている自動車屋で四十善助の御用を務めていたそこにはいつも運転手や助手が23人いる自分たちで見回るなんてことはとてもできないからお千代は自動車屋へ駆け出していった中川の家でも女将は銃声を耳にしていたそれで若い者にそう言ったのだが将棋を指していた2人の運転手と それをそばから眺めていた助手は一向気がつかないで口をそろえて「おかみさんの空耳だよ」と言っているところだった落ち代の話を聞くと運転手の森は左手に握っていた飛車と桂馬を捨てて立ち上がった森ともう一人の運転手佐々木と助手の小顔の3人は天でに手提げ電灯を持って三村家の広い庭に駆け込んだまもなく 大変な騒ぎになった。例のクスノキの大木の下に、花枝が派手な外で姿のまま、うつむきに倒れているのが発見されたのだった。全助の老母。花枝はピストルに撃たれて死んでいた。濃い煙じで。 絵模様のバラをパッと染め出した派手なエバ羽織が彼女の泣きがをふわりと包んでいたその嫁にも鮮やかな華麗さが血の毛を失って晒したように白くなっている人形のような横顔と異様な対照をしていた彼女ははじめクスノの,の幹に寄り添うようにして背中を見せて立っていたらしいそこを後ろから一発ドンと撃たれたのだった たまは右の肺の辺りを貫いたので花枝はうむとうめくとともによろよろとクスのきにすがりついたがそのままずるずると滑って木の根元にうずくまって息が絶えたそんな倒れ方をしていたカシミヤのけしゃな手袋にはクスのキの幹のほこりがついていたひじからたもとにかけても同じほこりがついていたそれが 彼女が幹に寄りかかりながらずるずると滑り落ちた証拠である襟には春用の薄い車のマフラーをして左の手首に手下げ袋を下げていたすべての様子が外出先から帰ってきたままという風だった死体が発見されて手内が大騒ぎを始めた10時40分頃、もう一度全助から電話がかかってきた お奥様がに庭でこ殺されてお千代がどもりどもり報告すると善助は仰天したような声でななんだって、そ、それはほどか、す、すぐ帰ると言って電話を切った庭の隅には小さなくぐり戸があったそこから直接に通りへ出入りできるのだが 平素は鍵をかけた上に中から缶抜きが下ろしてあったところがこの夜はどうしたものかくぐり戸が自由に開くようになっていた花枝と花枝と花枝を殺した犯人は疑いもなくこのくぐり戸から庭へ入ってきたものだった夕方お千代がその辺りを見回った時には確かに缶抜きが降りていたというからそれから後で 誰かが缶のきを外してくぐり戸を開くようにしておいたのに違いない11時半ごろ善助は真っ青な顔をして帰ってきた出張した警官隊によって夜もほのぼのと明ける頃になお次のようなことがだんだんに判明したクスのキの根元から約3尺ばかり離れたところに六尺四方くらいの穴が掘ってあった それれは落ち葉やゴミを投げ込むたために作られたもので今はもうくぶ通りそういったもので埋められていたその中からといってもほんの上っ面だったがピストルが発見された確かに最近に1発発射された跡があって犯人が息していったものにそういなかったそれからもう一つ奇妙なものが発見されたそれは 半ば焦げた革製の巾着でボロボロになっていたが中には20円金貨が10枚10円金貨が5枚入っていたなおこの他に書類の燃え殻のようなものがあった善助も女中たちも書類のようなものをここで燃やしたことはないと証言したから犯人がやった仕事に違いないのだ犯人はどうやら犯行後に落ち葉を焚いて火をこしらえたらしい 多分書類を焼く目的だったのであろうその時犯人は金貨の入った巾着を誤って渦中に落とし気が付かずに逃げ去ったものであろうそういう解釈だった死体発見者の森がふだん少しは探偵小説の類を読んでいるという男だったので花枝がすっかり事切れていることを確かめると抱き起こしたりしないですぐ警察へ知らせたので 現場はあまり乱されず今述べたようなことがはっきりしたのだが最初に何しろ3人もの男が歩き回ったので庭の土の柔らかいところには足音がめちゃめちゃについてよし誰か他の者が足跡を残していったとしても到底判別のできないようになっていたのは是非もない次第であったあなたがご主人ですね。三村邸へ出張してきた若い検事は 青ざめててち着きを失っている善助の顔を見上げたはいそうです助の陳述するところによると今日の午後6時ごろ彼は花枝を連れて銀座へ食事に出かけたいつもひいきにする大器という関西料理の2階で悠々ゆうゆう飯を食べて8時少し前にそこを出たが善助は他に用事があったので銀座の通りで花枝に別れた。 花江はまっすぐに家へ帰ると言っていたから善助は無論花江は9時までに家に帰っていることと信じていたというなるほどそれで奥さんに別れたからあなたはどこへいらっしゃったのですか若い検事は何気なく聞いたのだったが善助はたちまちハッと顔色を変えたそれはその。 思いがけない相手の変化に若い検事はびっくりしながらじっと善助の顔を見守っていた善助は苦悶の表情を続けていたがようやく「お、それは申し上げかねます」と言ったなぜですかなぜって別にそのあなたの屋敷内の庭で あなたの奥さんが殺されたのですよ。その間にあなたがどこにいたか言えないということは重大ですそれでも言えないのですかは、はい、申し上げられませんよろしいではもう一つ伺いますがあなたは十時過ぎに奥さんに用があると言って電話されたそうですがそれはどういう用事だったのですか 別に大したことではありませんでしたほんのちょっとした要件でその時に何か変わったことはないかとおっしゃったそうですねなぜそんなことを言われたのですか善助の顔には再びロウの色が浮かび上がった彼はしばらく無言で懸命に心の中で戦っているようだったがやがてやっと落ち着きを取り戻して食事の時に なんとなくあれの様子が変だったのでどういうふうに変でしたか全くその家庭的なことでして私たち二人の間だけのことなんですがだいぶ興奮しておりましてことによるとことによるとどうですか自殺でも視野しないかと思ったのです全助はそう言う言と、 情けなそうに検事の顔を見上げた午後8時少し前に花江に別れてから11時半頃家に帰ってくるまでどこで何をしていたか善助はいくら責め問われてもどうしても言わなかった検事は真夜中から翌日の晩方まで長時間を尋問に送って善助を調べあぐんでいたその間に刑事たちは女中や出入りの商人について調べたり また四方八方に飛んで善助と花江に関することは変幻石空も聞き逃すまいと活躍をしたその結果次々と意外なことが判明してきた中でも意外だったのは世間の噂に反して善助と花江の仲がよくなかったということだった花江の昔の友達で赤坂に入舟という待合を開いているおきんは言った はなえさんはいつも旦那のことを「女ばかりあさり歩いてしようのない親父だけれどもお金を持っているからね」と言っていましたよいつかは「別れろ」て言うのさあたしだってあんな放らつな人に未練はないけれども誰がただ別れてやるもんか散々苦労させてさバカバカしいなんて言ってましたっけ何でも最近に、 たらししくれがもう一人の友達である実業家に囲われている菊代という女は言った「ええこのごろはなんだか少し変でしたわヒステリーみたいでお金お金って笑わせらあの人どうやってお金こしらえたか知ってて」って言いますから「知らないわどうしてこしらえたの?」と聞き返すと なんだかはっとしたようにうろたえながら「何私だって知りゃしないさ」と言ってそれから急にんみにして「私あの人に殺されるかもしれないわよ」と言いますのさ最後に花枝のたった一人の姉で本所の大工に片づき花江が善助と結婚するについて表面偽絶となっていたおよしという豊島女の言ったことが大変重大だった。 隠しちゃいけないとおっしゃるから申し上げますが妹はこのごろ殺される殺されると口癖のように言っておりました現に23日以前もこんな手紙をよこしましたのでと言って示した花への手紙は次のようだった「私どうしても近いうち三村に殺されそうだわ殺されるよりは別れた方が と姉さんは言うだろうけれども私はミスミスだされるのは悔しいわ殺されたってかまやしないいつまでもそばにいてやるもし私が殺されたら殺したのは三村だって警察に訴えてちょうだいあれはひどいヒステリーでそれに妹のことを言っちゃなんですけれどもなかなか欲張りでして。 できるだけたくさんお金を取ろうとしていたらしいのですうちも殺される殺されるなんてヒステリー女の言うことなんざほっとけと言いますのでほっといたんでございますよとおよしは付け加えたこれで見ると世間には全然漏れていなかったが善助と花枝の間は最近に破綻の一歩手前まで来ていたらしい 銀座の関西料理大器のおかみや雇い人によって当夜6時過ぎから8時少し以前まで善助花枝の2人は2階の奥座敷で食事をしたことは確実であった善助は調子を2本飲み2人ともなかなかよく食べて30分ばかり女中を遠ざけてひそひそ話をしたほかに別に変わったことはなかった洋男が住んでから女中が行くと2人とも機嫌がよく 全助は冗談を言ったりした。りし8時少し以前に2人は一緒に店を出たがそれから先の行動は全然わからない8時以後の行動についてひし隠しすること外出先から奇妙な電話をかけたことヒステリー女によく一方でしつこく食い下がられて邪魔にしていたこと花江が殺されると言っていた言葉庭のくぐり戸の鍵は 全助かなななければ自由にならないこと。疑えばいくらでも疑うことがある仮にも艦長の高等官という身分があるので幾分躊躇していた検事ももはや猶予はしていられなかったそこで三村善助を強制収容をしそして厳かに言った当夜8時以後の行動の説明ができないと。 殺人の嫌疑で起訴しなければなりません検事にこう言い渡されると善助も諦めたように花江のやつ死んでまで私を苦しめるのですいや最初からそのつもりだったのですよ畜生めこんなことなら本当に殺してやればよかったいや刑事さんこんな浅ましい言葉を使って恐縮ですどうかお聞き流しください もう隠さず申し上げます殺人罪になるよりはましだ実は当也は花江に別れると銀座から円卓を飛ばして友人の大里のところへ行きました向こう島の別邸ですそこに9時頃着きましてそれからずっと降りました電話もそこからかけました大里というのは のの仕事を受け負う大きな会社の専務取締役だった検事は向島の別邸で友人に会ったことをなぜそんなに秘密にしなければならないのかちょっとわからなかったしかしわざとそれ以上追求しないで善助を一時別室にとどめておき大郷と義蔵を呼び出したこの時に即座に義蔵が善助の言葉を承認すればあるいは大したこともなく済んだかもしれないが 意外にも大里は原価に否定したのだった三村さんが向島の別邸で私に会ったとおっしゃるんですっておかしいですね私は三村さんは知っていますけれどもそれはお役人として知っているので親しいつきあいはありません第一私はその日向島なんか行った覚えはありません何かのお間違いでしょうそこで検事は、 三村をを呼び出して大里の言ったことと、伝えると彼はたちまち真っ青な顔をしてブルブル震え出し「私は死刑だ死刑だ」と騒ぎ出したそこで三村と大里とを対決させたり色々いろいろと紆余曲折はあったが結局三村の言ったところが確かで2人は問題の夜9時頃から10時40分まで 向島の大里の別邸で秘密の会合をしていたのにそういないことが判明した大里がなぜ最初に否定したかというと三村が自白なんかしていないのに検事がひょっとカマをかけるのではないかということを恐れたためであるそれから先も容易に肯定しなかったのは罪の発覚を防ごうとしたためだったというのは大里と三村は向島の別邸で 賄賂ののをしていたのだから。こんないきさつで係官の全く予想していなかった三村善助の特色が三村善助の特色が発覚した善助もこんな後ろめたいことがあるから8時以後の行動を懸命に隠したのだが殺人の嫌疑には変えられないのでやむを得ず自白したというわけである善助は過去10年にわたっていろいろの方面から収賄をしていた 現に問題の当夜向島の別邸で大里から五千円の現金を受け取っていた判明しただけでも収賄額は二三十万円に達していたその他に善助は最近に実に巧妙な詐欺をやっていたその巧妙さは果たして法律上の詐欺罪に該当するかどうかわからぬくらいだが詐取された相手は 本郷の有名な氷菓子の長浜吉三郎でずるいことにかけては天下一の表のある主戦度が組織的な頭脳のない悲しさ三村善助にころりとしてやられたのだった全く上には上があるものである長浜は善助の堂々たる邸宅と艦長の高級管理である三村の身分に絶大の信用を置きかつ 借り手が艦長であるというのですっかり安心して昨年の暮れ今から4ヶ月ばかり以前に50万という大金を無担保で善助に貸した善助はすっかり長浜を丸め込んでしまったので艦長の公文書も偽造する必要もなく全く三村善助の個人名義で借り出していた無論長浜老人の方では艦長に貸したと信じきっていたのだが どうもこれでは犯罪を構成しないのだ相手を官長とばかり信じていたのが実は善助の詐欺だと知ると長浜はすぐ気絶したが間もなく息を吹き返すや早速弁護士を頼んで訴訟を起こし善助の財産を仮差し押さえしたところが邸宅はすでに某銀行の担保に入っていたし現金も有価証券も言うほどのものはなく近々56万円のものでしかなかった 四か月以前に借りた五十万円はどこへどう消えたのやら煙のようになくなっていた長浜は改めてもう一度気絶したという話であるの匂いさて三村善助は赤薬の報いでたまたま花枝が殺されたのにンを発してとうとう収賄罪で収容されたが 困ったのは花江殺害事件を担当当している検事当局だった。花江と善助の不和といい強行のあった当夜推定強行時間の直後電話をかけて返事がなかったかと聞いたことといい女中に庭を探すようにと命じたことといい疑わしいことばかりで事に強行当時の行動を正すと青くなって返事をしなかったのでてっきり犯人は善助に違いないと考えたのだが〉 言いいしったたたののはをてめで、なるほどそんな悪いことをしていたのならすらすらと言えなかったのも無理はない次第かえってそれは立派なアリバイとなったのだ付近の者の証言によってもまた後にある一人のルンペンの証言によっても銃声が当夜午後10時ちょっと過ぎになったことは確実であるしまた医師の検視の結果も教皇は大体い 検視の時刻の12時から23時間以内ということになっているし現場の模様からして犯行は午後10時近くに行われたものに違いないのだところが善助はその時刻には本郷からはるかに隔たった向島にいてしかも10時15分にはそこから自宅へ電話をかけているのだこの事実は贈賄罪の発覚という犠牲を払ってまで大郷と吉蔵が証明しているのだから 絶対に間違いない犯人は三村善介ではありえないのだ当局者は懸命になって当夜8時ちょっと前に銀座の関西料理を出た花江の足取りを調べたけれども全然不明だった善助花江を巡って地上、怨恨脅迫その他ありとあらゆる関係を調べたがこれという嫌疑者を見いだすことができなかった。 その間にたった一つ次のような出来事があったそれは付近の不良やバクと不老人狩りで網にかかった一人のルンペンが懐に20円金貨を1枚持っていたので激しく追及すると彼はとうとう三村邸の庭で拾ったと白状したしかもその拾った時刻は4月17日の午後11時ちょっと過ぎつまり 花江が殺されたた時刻であったルンペンの言うところによると当時別に何のあてもなし10時頃由美町の蛇屋敷のそばを通ると庭のくぐり戸がほんの少し空いていたので「はてな」と思ってひょいとそこを見るとピカッと光るものが落ちていたそれがなんと20円金貨だった彼は早速拾い上げたがまだ落ちているかと急に抑止が起こった。 そこでくぐり堂を押して庭の中へ入ったが一向金貨などは落ちていなくてものの一二2軒行くうちに奥の方でズドンとピストルの音がした彼はびっくり仰天して一目散に表通りへ逃げ出したそれからどんなに攻め問われてもこのルンペンは決して陳述を変えなかった最初は この男が善助に頼まれてやったのではないかという見込みをつけて勇み立った係官もとうとうさじを投げたこういうわけでたった一つの手がかりも結局何にもならなかったのである殺人のあった日から5日目いよいよ三村善助のアリバイが確定した日の翌朝捜査課の原田警部はぶらりと本郷由美町の三村邸に来た 彼は犯罪現場をもう一度調べて何か新しい事実をつかみたいという考えだった三村邸の門を入ると原田警部はばったりと意外な人物に出会ったその人物は手塚隆太といって弁護士が職業であるが犯罪の弁護よりもむしろ法律をくぐる犯罪技術者であまり領民はいじめないが誰かが不正なことをしていると聞くと たちまちま相手の弱点に乗じてきっとものにするという恐ろしい人物だった警察でも無論目はつけているのだが彼の優れた計画的な頭脳と超人的な推理と変通自在の基地には手のつけようがなくかえって警視庁あたりで持て余した犯罪の解決に役に立つというようなことがあるくらい手塚龍太は五尺一寸そこそこのタンクだが顔は人一倍大きく しかもその大きな顔全体を占めるかと思われるような先の垂れ下がった巨大な鼻がギロリと目の下に朝鮮と隆起していてまるで童話に出てくる妖婆のようなクロテスクな顔だったいつもの通り不格好な上に薄汚いなりをしている龍太は原田刑事を見ると巨大な鼻を飲んでしまうかと思うような大きい口を開いてカラカラと笑った ご出張からハハハハハご苦労ご苦労わしはな三村善助の弁護を引き受けることになったのだな警部は善助が近く特色罪で起訴されることを思い出したああそうでしたかそれでここへいらしたんですなその通り殺人の方は君の領分じゃしっかりやりたまえ そう言って竜太は謎のような笑いを見せて例の革のついたミリタリーケーンをフりフりどんどん出ていった原田警部はしばらく後ろ姿を見送って「はあ、また何か狙っているな」とつぶやいたがすぐ思い返して庭の方に行ったクスのキの老木のそばに来た時に警部ははるか頭上で かかすではあるが異様な物音を聞いた警部ははっとしたがすぐそれが噂に聞く六尺の青大将の張っている音だと気がついた華やかなエヴァ羽織に包まれて突っ伏していた三村花枝の死体はもう木の根元にはなかったその代わりに木の枝の切れ端を立てて目印にしてやった 現場は幸いに少しも手がつけられないでそのまま保存されていた龍太は彼自身の言ったように殺人には興味がないらしく現場をいじったような形跡は全然なかった青々と茂った林の下を朽ち果てた落ち葉の散りしいた小道がだらだら上りに奥の方に続いている青葉の間に混じってオ桜が一本もう大部分の花は散っているが っったなららが小道から小高くなっているむす土手に散りしいているのが何とも言えない風情があるまるで山奥へ行ったようだな警部は思わずつぶやいた落ち葉を投げ入れる穴もいつか見たとおりだった例の巾着や燃え殻は鑑識課へ持っていかれて落ち葉や小枝の黒くいぶった跡だけが広く広がっていたはてな。 警部はもう一度つぶやいた。落ち葉の燃え方が考えていたより激しいのだ警部は底の方はどれだけ燃えているか探ってみようと思って何か手ごろの棒うではないかと見回したすると穴の縁の近く1本の竹切れが見つかった計1寸ぐらいの青竹を四つ割りか5つ割りにしたくらいの竹切れで長さ2尺余り ちょうど子供が弓のおもちゃでもこしらえたように弓なりに沿っていたそれが穴の縁の柔らかい土に突き刺してあったのだが今は斜めに傾いてほとんど草に隠れようとしていた警部は竹切れを取ろうとしたがすぐやめてしばらくそれを眺めていたやがて彼は母屋の方に行っておちを連れてきた警部は竹切れを刺して これはいつごろからここにあったか気がつきませんかお千代はちょっと首をかしげたが一向存じませんでも線からこんなものはありませんでしたわ線からというとこの前ここを吐いた時には確かにありませんでしたこの前吐いたのはいつですかあの 奥様のお亡くなりになった日の朝でしたありがとうでは自動車屋の長川へ行ってあの晩死体を見つけた人を呼んできてくださいませんか間もなくやって来たのは運転手の森で警部に竹切れのことを聞かれるとすぐ知っていることを認めたお<う>警部は少し意外な面持ちで夜なのに 死体があったりしたのによくこんなものに気がつきましたね。夜だから気がついたのですよ。手提げ伝統で照らしたときにね、その竹切れの青いところがちらっと光って見えたので、蛇じゃないかとドキッとしました。それで覚えているんです。なるほど。ではもう一つ聞くが、君がここへ来たときにこの罠の中の落ち葉は燃えていたかね ええ、ブスブスといぶっていました火が出るほどではなかったええ火は出ていません小枝の先が赤く燃え残っているくらいで煙が出ていましたなんだか変な匂いがしていましたよ変な匂い警部はびっくりしたがすぐ思いついてお皮の焦げる匂いだね そうかもしれません。しかし川の焦げる匂いにしてはちょっといい匂いでまるで小脳のような匂いでしたクスノキの枝の葉が燃えているからだと思いました佐々木君や小川君にもクスノキって葉まで小脳の匂いのするものかなという話をしていたんですいやありがとう警部は森を返してまた一人で考えに沈んだ 花江の死体が発見されると同時に夫の善助が疑わしくなりそれに彼が当夜の行動を変に隠したりしたものだからてっきり彼の仕事と目星をつけてそのために現場の調査や死体発見者の取り調べなどがついおろそかになっていたのだ弓なりになった竹切れ小脳の匂いそれから火の中にあった金貨の入った巾着そんなものに何か意味はないだろうか 普段厳重に締まりのしてあった庭のくぐり戸が開いて清掃したままの花えがくすのきのそばに立っていたということは誰かを待ち合いしていたものとより考えられない花えになんの関係もないものがたまたま木戸が開いていたので入ってきて現に入ってきたものはあるがいきなりピストルで彼女を撃つということはまずありえない花えは誰を待っていたのか 原田警部の頭にはたった一人より思い浮かばないのだいわく三村善助しかし現在の夫に会うのに何を苦しんで人目を下げてしかも自分の家の邸内で密会する必要があろうか警部の目は再び土に突き刺してある弓なりになった竹切れの上に落ちた彼はふと考えついたことがあった 初めは極めてありうべからざることのように思えたがその考えは次第に強くなってきたしまいにはそれに違いないと思い込むようになった原田警部は急いで家を出たそうして市ヶ谷刑務所に行ったここに強制収容されている善助に会うためである検事の許可を得て善助に会うと警部は聞いた 奥さんの死なれた当やあなたは銀座の大気を出てすぐ別れたと言われるがそれに相違ありませんか善助はうなずいたはい言いありませんその時に何も言わずにただ別れましたか善助はしばらく黙っていたが実は家来が申したことがあるのです 私はあの晩向島におったことはどんなことがあっても言わないつもりでしたので向島におったことが言えればアリバイがありますから何の恐れるところもありませんがこのアリバイが言えない以上は疑いをかけられては大変だからと思って当時は言わなかったのですけれども実は家内は別れ際に10時ごろ家の庭のくの木のそばに人に知れないように クグリドからそっと来てくれと申しました。それはどういう要件ですかそれはどうも。全助は言いにくそうに。まったく2人の間のことでしてそれで、あなたは何と返事しました行くつもりはなかったんですけれども、その時は行くと返事しました。しかし、 あんまり待たしてもと思って10時過ぎに家へ電話したのですそしたら帰っていないというのでいまだ庭に立っているなと思ったのですそれで女中に庭を見にやりたかったのですが出し抜けにそんなことは言えませんから何か変わったことはないかと聞きますと庭の方で変な音がしたというのでそれ幸いと庭を見回れと申しつけたのです 全助の言うことはなかなかよく筋道が立っていたこれで彼が向島から電話をかけた理由もはっきりしたわけである警部は心の中でうなずいたがしかし何気ない顔ですぐ畳みかけた「あなたは変な音がした」と聞いただけでひどくロバイしたそうだが何と思ったのですか音と聞いてすぐピストルを連想したのでした。 何すぐピストルを連想したそれはどういうわけです家内はピストルを持っていましたクスのキのところできっと私を脅すつもりだったろうと思いますそれはどういうわけです離婚問題やなんかで2人の間はゴタゴタしていましたから善助は当惑したような顔をしながら答えた 原田警部は話題を変えて、あなたは写真をやりますか。はい、やります。最近に奥さんからフィルムをねだられたことはありませんか。あります。善助はびっくりしたような顔をして、どうしてそんなことを。警部は善助の問いに答えないで、 いつ頃でした、それは。つい最近です古いフィルムをくれと言いますので普通のを出してやったら十六ミリの長いのが欲しいというのでいらないのをやりましたもう十分だった原田刑事は刑務所を辞して再び本郷由美町に引き返した原田警部の推理 原田警部はもう一度現場を調べた。そして満足した最初彼が弓なりの竹切れを発見した時にふと彼の脳の奥の方に思い浮かんだのはコナンドイルの曽和橋事件だった死後の復讐をするために自殺を他殺と見せかけて憎む男を公師台に送ろうという恐ろしいトリックである人は復讐のためには 自分ののことを考慮しないものである憎む相手を殺して自分も死ぬそれは普通の復讐者の心理であるしかしまず自分が死んで殺したという疑いを相手にかけて相手を死刑にしようという考えはどうも普通の心理ではない自分が先に死んでしまうのだからうまく嫌疑が相手にかかるかどうか確かではない トリックを見破らられれたらそれきりの犬死にではないか。しかし花絵のようなヒステリー症の女でわがままで執よで嫌われていても金のためならくっついて離れないという種類の女ならこんな計画はやりかねない若干離れたところにピストルを置き引き金に紐をつけその端を握って筒口を背中に向けて立つそして紐を引く。 これで自殺はできるが他殺と見せかけるためには紐をのぞかねばならぬその目的に使われたのが落ち葉の火だ紐を引くと弾丸を発射すると同時にピストルはバランスを失って焚き火の中に落ち込む金貨を入れた巾着はそのためにピストルの縁に結びつけてあったのだ20円金貨10枚と10円5枚とで50問目ある ピストルを焚火の中に落とし込むには十分だ。しかし焚き火の火はそれほど強くないから落ち込んだピストルと巾着とを直接に結びつけた紐はわけなく燃えるかもしれないが長い紐は燃え残る恐れがあるそこで考えついたのがフィルムであるフィルムなら一瞬のうちに燃えてしまうしかし彼女はまだ用心した ピストルを置いたところと自分の立っているところでは四五尺の距離があるから、あるいはフィルムが燃え残るかもしれぬ。そこでフィルムを短くするために考案したのが、例の弓なりの竹である。竹をフィルムまたは小石液にでもつけた燃えやすい糸でぐっと弓なりに張ってためておいて、その一端をやはりフィルムを用いてピストルの引き金に結びつけておく。 唇をつけておいて弓なりに張っている糸を焼き切ると竹は元の形に帰えろうとしてピストルの引き金を引く弾丸が飛び出すとともにバランスが破れて金貨の重みでピストルはズルズルとたき火の中に落ちるその瞬間に証拠になるフィルムは燃えてしまう森をはじめ運転手たちが小脳のにおいがしたというのはフィルムが燃えたためである 重りに金貨を入れた巾着を使ったのは鉛の塊や鉄片では後に疑いを起こさせる懸念があったためで書類を燃やしたのもこういうからくりをカムフラージュするためであるなんと恐ろしいよう一周等な計画ではないかただ一つ彼女の遺産はついバランスを失ってくぐり戸のところに金貨を1枚落としそのためにルンペンに入られたために それを禅助が来たものと思って自殺を遂げたことであるこのルンペンが禅助だったら彼女は確かに目的を遂げることができたのだった思えば禅助は危ういところを助かったものであるもっともそのために思わぬ収賄の罪が発覚したから彼女も幾分の目的は達したと言えるかもしれぬ原田警部はこれだけの結論を下して 要点をもう一度チェックしてみた彼は満足したどこにも矛盾はないぜただ一つ善助と花江との間の争いの種がはっきりしないがそれは多分善助が隠している財産の問題だろうと思った善助は少なくとも例の長浜から借り出した50万円をどこかに隠しているそれを花江が狙って 結局彼女に一文も分けてくれる意思のないのを見抜いて今回のようなトリックを漏したのに違いない男は幸いに向島の別荘の奥深く秘密の会合をしていて危うく殺人の嫌疑は免れたが長年の収賄の罪は一丁にして発覚してしまった因果応報とはこのことであろうかさて原田警部の水も漏らさぬ推理は 捜査課長をはじめいろいろの人によって十分研究された後に大体認められたなんといっても善助にはアリバイがあり善助以外には犯行をするようなものが見当たらないのだから原田警部の他殺と見せかける自殺説を承認せざるを得ないのだこうして世人の好奇の目を見張らせた蛇屋敷の怪事件はひとまず落着して残るは三村善助の特色事件と 煙のように消えた50万円の行方の問題だけだったいや特色事件はともかく50万円の方は殺人事件よりもより以上に世人を刺激していたので寄ると触るとその噂が始まって殺人事件の方が解決しても三村善助の名は容易に世人の記憶から消えないのだった無論善介は 50万円の行方について激しく責め問われたが彼はがんとして口を割らないのだった刑事たちが四方に走って調べ出したところでは善助は某宝石町から10万円に相当する一対のダイヤモンドを購入したこと残りの40万円はぼつぼつと金貨に変えたらしいということが判明したがさてそのダイヤも金貨も一向どこにも見当たらないのだ 全助の家は天井裏から床下までまた庭は石を起こして池をさらい隅々まで捜されたがどこにもダイヤはおろか一とかけの金も出てこないのだそんなことが古災に新聞に報道されるたびに世人はただ興奮するばかりだった善助は間もなく後半に回された手塚龍太はちょこなんと弁護士席に座っていたが 絶えず業儀悪くモゾモゾと動いて証人の証言などまるで聞いていないようだった河原を叩く10月の初め月が高校と照っている夜更けだった下屋のスラムをねじろにするバタ屋の金庫は相変わらず赤字見た着物を着て鼻歌を歌いながら 本郷切通しの坂を上っていったすると不意に「おいおい金庫」呼び止めた男を見ると金庫はぎょっとした背は五尺をちょっと出たばかりの小男なのに人一倍大きい醜い顔がついている「何か用でけすかい。金庫は恐る恐る言った。 妖魔のような男はにやりと笑ってまってついてこいサモナイト刑務所へたたき込むぞな何だってさすがに金庫はムッとしたちえ、むやみに刑務所へたたき込まれてたまるもんけいっておめえさんなんだ変な口のきき方はよしてもらえてハハハハ 妖魔のような男は巨大な花を飲み込んでしまいそうなほど大きな口を開けて笑ったなるほどお前は悪いことをしてらんな拾った金貨はお上へ返したっけなななんだとハハハハハ金貨を返してもダメじゃわしのにらんだ目はごまかせんぞ貴様は花江という女を殺したろう 冗談言っちゃいけねえ。往来で人に聞かれちゃ外文が悪いじゃないか。誰がそんなことをするもんか。サツの旦那だって、ちゃんと俺のことを信用したじゃねえか。ああ、そうか。じゃあお前はあの晩蛇屋敷を偶然通りかかったという気か。え金庫は飛び上がった。知るもんか。俺、何も聞きやしねえ。 ただ通りかかっただけだ馬鹿大きな声を出すなここは往来だぞわしはサツのものじゃないお前が本当のことさえ言見逃してやるその代わり変に隠すとサツへ突き出すぞ妖婆のような男はムズと金光の腕をつかんだこうとこに似ずなんと力のあること金光はすっかりどぎもを抜かれた 言うよ言うよ。俺は池の旗で聞いたんだ。誰に紳士だよトンビを着た紳士だ通りがかりに俺の前にチャリンと金を落としたんだよ金貨だったおいら急いで拾って渡したら「お前はなかなか正直者だ。今夜10時きっかりに本郷の蛇屋敷へ行ってみろ。いいことがあるぞ!」ってね。 そしてズンズン言ってしててンンっっまたどんな男だった暗くて顔はよく見えなかったよおまけに黒眼鏡をかけていたからそれで10時に蛇屋敷へ行ったんだなああそしたらくぐり戸のところに金貨が落ちていたんだもっとあるかと思って庭の中へ入ったらピストルの音がしたんで驚いて逃げてきたんだ それに違いないよよしよく白状した褒美をやるよだがその前に頼みたいことがあるわしについてこいだって黙ってついてこないと今のことを殺へ言いつけるぞ子男は歩き出した金庫は後からついていった隙があったら逃げようと思ったが 高子は油断がなくなかなか逃げられなかったコウトコは切通しの坂を登って本郷三丁目に出てまだまっすぐにズンズン歩いていくえっヘビ屋敷へ行くんじゃないかハッハッハハハッハッは例のごとく気味の悪い大口を開けて当たったその通りだ黙って一緒に来い。 こうとこの一喝にあって、金光はどうすることもできなかった。こうとこは蛇屋敷に来ると鍵を取り出してくぐりドを開け、死に込みする金光を突き入れるようにした。わしはここの主人からこの家屋の管理を頼まれているんだ。いわばわしが主人じゃ。この家屋は今は空き家で誰も居ません。庭へ入ると金光はもう少しで腰を抜かすところだった。 ここうとはいつの間にか片手に金づちを持っていた金庫は殴り殺されるのではないかと思ったがこうとこはにやりと笑って臆病なやつだなさあこのハンマーを持って屋根に登るんだそして瓦を一枚残らずたたいて回るんだえな何だってこの家の屋根の瓦を一枚残らず 悪魔だと思って叩きもあるんだだよ悪魔だってたとえ屋根の瓦が残らず悪魔だとしても俺は行くってなこれはマルチン・ルーテルという人の言った言葉だねなんだって俺にはさっぱりわからないハッハハハハこいつはわかるまいいいから早くわかれ 嫌だと言ったら警察だぞ月明かりだ足元はわかるだろう。金庫はしぶしぶ屋根に上がったがすぐがっかりしたように叫んだ大層な数だよやりきれねえや龍太は下から叫んだ夜明けまでかかるつもりでやれ一枚残らずだぞ逃げようったって逃がさないぞ うまくやれば褒美をやる下手に孫つくと承知しないぞ金庫は諦めたと見えてやがて瓦を叩くトントンという鈍い音が聞こえてきたおよそ1時間余り龍太には退屈な時間だった金庫にはつらい時間であったろうふいに屋根の上から叫び声がした「大変だ!」 どうした？ちーんとすんだ。音がしやがら。そいつは持って降りてこい。やけに重いんで。あ,あ、こりゃ金だ。し早く持って降りてこい。やがて、近郊はのっしのっしと重そうに1枚の瓦を持って降りてきた。 ちょいと見ると赤瓦のようだけれどもたたくとチーンと着やがらああ、重い金庫は汗をふきふきいったどれくらいある目方は目方ですかいこんなちっぽけなものだけれども四冠目は欠かさないね四冠目そうかまだ二十枚ばかりあら行ってこい まだ20枚そうですかい今度は元気よく銀行は上がっていったものの10分もたたないうちに銀行は声を上げたありましたぜ夜のほのぼのと開ける自分に銀行はとうとう20枚ばかりの金の瓦を見つけたよしよしリタはニヤニヤして、 合わせて40万円だえこれで40万円金庫は目を見張ったハハハハおい金庫家じゅうをさがしてな床をはがし天井に潜り込んでもらどこにも見当たらないときには屋根の上を見よってなハハハハ 金行。今度は裏へ行けへええそれで金庫はもう魔術にかけられたも同じだった靴の木へ登ったなヘビを捕まえろへえヘビそいつはごめんだあっしゃヘビはあまり好かねんでとてもそのなにたかが青大将だそれにここのは年寄りだし そそろそろ冬眠にかかる自分だだいたいヘビは近めだから大したことはないよへえヘビは近めですかいヘビは舌で探って歩くんだよへえそんなものですかな早く捕まえろいましょうか主になっているヘビだ 何年でも生きている限り一つところにいるささあ来い竜太は歩き出した銀行は泣き出しそうな顔をしてついていったリュータの推理。その翌日手塚竜太は警視庁の捜査課の一室で原田警部と対談していた

アルセーヌ・ルパンが言っとるよところでわしは三村善助の弁護は辞退するつもりじゃ善助の弁護を引き受けたのはつまりあれに接近して50万円の秘密を探り出すのが目的じゃったのだなもう用はないというわけですかしかしそれじゃあ善助がかわいそうですなしかし用のないものは仕方がない もう特色剤なんか問題じゃないあいつは死刑じゃえ何ですって殺人罪の問題じゃよあんたは近郊に蛇屋敷へ行けと言った黒眼鏡の男は善助じゃと思いなさらんかそう思いますつまりですな善助は花への計画に感づいていたのですな それで自分が行っては危ないから、身代わりに金庫をやったというわけで。ははははは。なるほどと申したいが、それではなえがかわいそうじゃ。自殺までして復讐しようというものがじゃねえ。相手の姿も見ないで引き金は引くまい。しかし、あの仕掛けは確かに。 仕掛けのあったことはわしも認めるじゃが花枝が花枝が仕掛けたという証拠はないじゃろうあ<ー>警部は急に目を輝かしてそうですかなるほど善助がいやあ抜かっていました善助は花枝をあそこへおびき寄せたんですなあ 自分はちゃんとアリバイをこしらえておいて花枝がクスのキのそばに立った時にズドンと自動装置でハハハハハハ竜太は前よりも一層大きい声で笑い出したあんたはなかなか小説家じゃそううまくいきますからちょうど花枝がクスのキのそばに立った時にズドンと一発でうまくしとめられますから。 小説ではよくそんなことが書いてあるがこういうトリックはじゃうまくいけば完全犯罪になるが外れれば計画が暴露してかえって悪い結果になる確率が十分あればともかくあんたの言われるような確率の少ない方法は実際にはやれるものじゃないそれもそうですけれどもじゃあ一体あの仕掛けは何のために あれは殺すのが目的じゃないピストルが成りさえすればいいのじゃえ何ですっていいかな善助と花江は8時に銀座で別れたというが証拠は少しもない善助は花江を連れて庭に行ったのじゃそそれはな何のためにです夫婦が 金じゃよ。金の隠し場所を教えると言って連れて行ったのじゃ花江はそれをやかましくせがんだのじゃ銀座の料理屋のコソコソ話もつまりそれなんじゃ結局善助が折れて花江の機嫌をとりとりクスの木のところへ連れて行ったのじゃそこで花江の油断を見過ごしてサイレンサー付きのピストルでやったんじゃ 花枝が倒れるのを見届けて10時にピストルの鳴る仕掛けをして黒眼鏡をかけて池の旗に出てなそれから向島じゃ10時すぎに電話をかけたのはピストルが鳴ったかどうか聞く必要があったからじゃしかし8時ごろにピストルが鳴ったということは本当に鳴ってもすぐは誰も気がつかなかったくらいじゃ サイレンサーがついておれば近所には聞こえやせんよなるほどすると第2のピストルの鳴った時には花枝はすでに死んでいたんですなしかし原田警部はちょっと考えてそれならなぜ他のアリバイをこしらえておかなかったのでしょう収賄の発覚するような恐れのあるアリバイを わざわざ作らんでもいいじゃありませんかはははは、<laughs> そこが善助の恐るべき頭脳じゃいいかな花江が殺されれば疑いは当然彼の上に落ちることをよく知っとるそこで殺人の罪を収賄罪で済まそうとしたのじゃ特色罪は極刑が3年の懲役じゃからな それには死体を解剖されたりして本当の強行時間が判明してはせっかくの計画が水の泡じゃそこでな推定強行時間にいたところを言い渋るいよいよ彼に疑いがかかるじゃろう君たちはもう他の犯人を探そうとせんそうして引っ張っておいて白状するアリバイをなぜ言い渋っとったかということも 十分うなずけるうまいもんじゃははははしかしですね警部は躍起となって仕掛けを見つけられる危険があるじゃありませんかあなたの言われたとおりもし仕掛けを見つけられたらかえって悪い結果になりはしませんか善助はちゃんとそこまで考えておる二重三重のトリックじゃ。 彼は仕掛けはうまく取り除く余裕があればいいがまずないと考えてその点を最初からちゃんと計算に入れておるつまり君が考えたように自殺を他殺と見せる仕掛けと思わせるのじゃそのために彼は池の旗に出て金庫をさそのかして庭へ行くようにしておる彼の全計画のうちで これが一番弱点じゃ金庫が時間より遅れてもダメだしもし早く行って死体を見つけたらことじゃしかし誰もいないところで自殺したのでは花枝が他殺と見せかけたという説が成立せん危険でも誰かをその時間に行くようにするよりないろん彼は金庫をそそのかしたことも発覚することは覚悟しておるに違いない その時にはさっっき君が言った通り、なへの計画を薄すうす感づいて自分が行くのは危険じゃから金庫をだまして行かせたというじゃろうお原田警部はうなったまったく驚くべき計画じゃよアリバイを特色剤の発覚へ持って行ったのと 自殺を他殺のように見せかけるトリックに見せかけようとした考えは、斬新奇抜じゃ。ただ、恨むムラクこのトリックは、自分の庭以外でちょっとできなかったことじゃねえ。ハヘビの死。読者諸君は、三村善助が、 絶対ににを否認し続けたにもかかわらず彼は花江に秘密を知られかつ花についてきたので彼女を殺害し特色剤の処刑が済めばかねて隠しておいた大金を持ってどこかへ逃亡する考えであったことが認められて公衆代に送られたことを記憶しておられるであろう花江は一時考えられたように執念深い復讐期ではなくただの欲の深い女に過ぎなかったのだ よく考えてみればたかが芸者上がりの彼女に自動装置の何のという巧妙な計画的頭脳がありようはない善助こそその計画者だったのだ殺される危険を予知しながらも善助に食い下がっていた欲張りと小賢しさが彼女を滅ぼしたのだ頭脳の点でははるかにかけ隔たりのある善助にまんまと命を取られてしまったのも是非がない それにつけても殺人罪を収賄罪で済ませ二重三重のトリックを弄してまとわりつく欲の深いヒステリー女をあの世にやって深夜刑務所の独房でニタニタと笑っていたであろう善助のことを思うと恐ろしさで頭が痛くなるようだ善助は企みに企んだ計画が発覚した時にどんなに悔しがったであろうかさぞかし 上には上があるものと思ったことであろう主戦度長浜何がしの失った金は40万円だけは発見されて本人の手に返ってきたが残りの10万円は前に述べたとおり善助がある宝石商からそれだけの値のダイヤモンドを購入していたことは判明していたけれどもついにそのダイヤは出てこなかったなお蛇屋敷は人手に渡ったがある日 の主の青大将も死体となって発見され何者のせいであろうか無残にもその両目がえぐり抜かれていたということであった。